ALT キー、ALT 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 キーは、コンピュータ用のキーボードの収縮キーの一つ。キートップには通常 ALT と刻印されている。ALT キーは、シフトキーや、コントロールキーなどと同様に、他のキーと一緒に押し下げることで、別の様々な機能を実行できる。ALT キーは、他のキーと一緒に押し下げることで、そのキーの機能を変えることができる。 例えば、単に A のキーを押せば、A という文字が入力されるが、ALT キーを押しながら A のキーを押せば、対応したソフトウェアでは該当の機能が実行される。ALT キーの位置などはキーボードによるが、PC、AT 互換機で主流となったオリジナルの IBM101、拡張キーボードでは、スペースキーの左右にあり緑色で印字されている。ヨーロッパなどの102。 105多国語キーボードなどでは右側であり各国のオーブン文字や特殊記号などの入力に使用できる。日本では PCAT 互換機で主流となった日本語106、109キーボードではかな漢字変換用のコンビネーションキーにも使用されている。漢字キー、ALT 半角、全角によるかな漢字変換のオンオフ、ローマ字キー、ALT カタカナ、 ひらがなによる、ローマ字入力のオンオフなどである。オリジナルのオットグキーボード、PS55 後期の 5576A01 以降では、これらの文字、漢字、ローマ字は、該当するキーの手前、前面に、ALT キーの印字と同じ緑色で印字されている。なお日本 IBM の昔のキーボード、PS55 前期の5576から001。 零零二、零零三まででは、機能、スキャンコードは、alt キーと全く同一であるが全面キーとこれ、キートップに緑色で全面と印字されている。alt キーは、オルタネートキーの略で、オルタネートは、大体の、代わりのという意味である。ユニコードには、オルターナティブキーシンボルとして、が定義されている。alt キーの発音は、 何らかの仕様や規格で規定されているわけでもなく、それにより発音には揺れが生じている。またそのために日本語のカタカナ表記にも揺れが生じている。特に一文字目の A をどのように発音、表記するかが論議の的となる。英語においては、著名な辞書の間でも発音表記が異なっており、ケンブリッジ大学出版局のケンブリッジ・イングリッシュ、ディクショナリーは LT 期、 と表記しているのに対してオックスフォード大学出版局のオックスフォードリクシャネリーズでは LTT と表記している日本語においても表記が定まっていない点で同様でありカタカナで表記する場合オルトキーとアルトキーの2つの表記が扱われている辞書によっても表記が異なっておりオルトキーという読みのみを記載しているものや オルトキーとアルトキー両方の読みを併記しているものが混在している。なお、一文字目の A の発音について、オックスフォードディクシャネリーズの表記に従えば、発音記号は、であるのでカタカナで書くと、オルトキーとなる。一方、ケンブリッジディクショナリーの表記に従えば、発音記号はであり、これは地域によって発音が大きく異なる音であるため、一概には言えないものの、 イギリス英語における発音をカタカナで書くと、アルトキーとなる。由来の一つは、スペースカデットキーボードのメタキーである。メタキーは最上位ビットが1となった信号を生成する。詳細は、メタキーの記事を参照。例えば A は0100001だが、メタ A は1100万1を生成する。しかし現在では最上位のビットは国際化、多言語対応の要件があるため、 ALT キーはそのようには動作しないような設定になっていることがほとんどである。日本では類似のものとして PC-9800 シリーズなどのグラフキーがあり、当初は図記号などキャラクタロムで ASCII の右半分が ASCII ではなく独自の図記号になっていたの入力に後には ALT キーの代用として使われた。IBM PC および互換機では CTRL ALT DEL のキーコンビネーションが有名である。本来の機能は強制的なシステム再起動であり、MS DOS、Windows 3、X、OS2 などではシステム再起動として機能した。しかし、現在の Microsoft Windows ではバージョンや設定にもよるが起動時や画面ロック解除時のログイン画面の呼び出しやタスクマネージャーの起動、アプリケーションやプロセスの確認、 応答のないアプリケーションの強制終了ができるなどに使用されている。他には、ALT i 読のウィンドウを閉じる、ALT タブのウィンドウを切り替えるなどが有名である。さらに Windows を含めた多くの GUI 環境では、ALT キーはプレダウンメニューへのアクセスとしても使われる。なお、Yes、No やファイルなどのように、ボタンやメニューコマンドなどのラベル文字が、 河川付きで表示されるものがあり、ALT キーを押しながら河川の文字キーを謳歌することで該当するボタンやメニューコマンドのショートカットキーとなる。Windows ではこれをアクセスキーと呼んでいる。他にも ALT キーはリボンインターフェースのキーヒントを表示するときに使用される。では、ALT キーが備わっているもの、ないものがある。マッキントッシュのキーボードの多くではオプションキーに ALT と印字されており、UNIX や Windows 用のソフトウェアを使う場合に、ALT キーとして使用できる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。